はい。皆さんどうも。私は、レック、専任講師、弁理士の宮口と申します。はい。これはですね、あの、スプレッドシートと言いまして、何なんだと、いう人もいるかもしれませんが、2024年向けの、弁理試験、担当レボリューションの説明を今からしていくということで、この、第一ページの画面です。ね。オリジナル学習法ということで。はい。スプレッドシートというのはですね、要するに、 出題分野を表にまとめて、ね、頻度の高いところはいっぱい、あの、表にところせますと、問題番号がありますが、あ全然出ないような条文のところはスカスカになると。これを見ることで、やるべきところとやらなくていいところがわかるということですね。はい。スプレッドシートってそういうもんです。後でサンプル見せますから。はい。で、皆さん、体型別でもなく、年度別でもなく、 マトリックスア、アンドステップ、スリステップ学習法ということでね。これ何かというとね、体系別、あのレックのあの体系別問題集ですよ。ね。あれがほら、あの、大体若い条文からこう、ね、載ってるんですが。しかし、あの、レックの体系別問題集というのはね、その、5枝1セットの問題の塊なので、あの、厳密性には欠けるんですね。厳密には欠けるというのは、一つの問題の中に、 例えば特許法29条の問題もあれば、あの、イヤヨの15の問題もあったりするでしょイヤヨシリーズの。そうするとね、あのー、よりやっぱりこう、綿密に分類分けした方がいいなっていう場合もありますよ。それをやってのけたのがこの担当レボリューションなんですよ。で、さっきのスプレッドシートに、その、えー、分類表がね、載ってるということなんです。で、年度別でもないっていうのはこれ簡単です。ね。 これは令和今5年度ですけども、来年6年度ですけど、令和5年度の問題集、4年の問題集、3年の問題集みたいな年度別の問題集でもないということです。はい。で、スリース,ステップっていうのはね、その問題に応じて簡単、中ぐらい、難しいに分けて、あのー、私がね、ステップ1が簡単、ステップ2が中ぐらい、えー、ステップ3が難しいっていう問題、 をあの問題分けしていいるととうことですはい、さあ3つの特徴ですけどねまず1つ目条文ごとにあ過去問出題状況を配列で出題頻度が一目で分かるとえ要するにですね、あのー、条文ごとにつまり若い条文ごとにね1条2条3条という感じで問題番号をね その条,文条文の順番ごとに問題演習をやっていくということで、探しやすいし、ですねそして、まあ、皆さんもほら、難情が弱いからここやろうという時のあの勉強のしやすさというところを、あのー、心がけておるということです。出題頻度が一目で分かるのは、スプレッドシートを見れば分かります。はい、でさらに、3ステップの難易度順に分類、学習の状況に応じて、無理なく取り組める。 これはですね、皆さん、あの、えー、この担当レボリューションというのは、あの、すごいんですよ、問題数が。もうね、過去20年分ぐらいあるんですよ。で、これを全部やるとあ、時間がありません。だから、ステップ1とステップ2は基本的に自分でやってください。で、私が解説するのは、その皆さんが独自に、あの、学習しても分かりにくい、ステップ3を、あの、解説していきます。で、あと、R5、今年の問題ね。 これも解説します。まあ、来年受ける人は、あの、去年の問題ということになるんだけど、あの、R5 年のね、問題は解説します。これは、あの、難しい簡単に関係なくね。そして、えっ、ー、と、知識の穴となる、えー、出題頻度の低い条文はね、ミアレジとオリジナル問題集で保管。これちょっとね、後で説明しますから、ちょっとここだもう軽く飛ばします。はい。ああ、これね、皆さん。 あのー、R5 改正、大変ですよ、これ。うんまあ、私がですね夏に R5 改正ダイジェスト同情というのをやったんですけどね、まあ、これ出てる人はあの出たでよかったんですけど、あのー、まだ実を言うと、改正本とか、あ今、私が今、この収録をしている時点では、改正本とか青本が出てませんので、まあね、幸いなことにどっちかが出れば、それを踏まえた解説をしていきますから、改正対応のね。 これは何、あのー、て言うんでしょうかねあー、担当レボリューションで扱う問題も、改正に一応対応します、一応ね、一応対応するんだけど、その理由付けとかが、まだその現時点では改正、R5 改正本とか、青本が出てませんので、まああのー、例えばそれがね、もし出ればあ、今年中に出ればとかいうことなんですが、そしたらそれを踏まえたあの解説をつけるということですね。 でもし私がです、ね、実際にそのタンレボの特実の会とか、衣装の会とかで教えた問題に、その、そごが生じる、つまり、あの時は○って教えたけども、実はこれ、あの改正の影響を受けて、実は罰なんですよみたいなのがあればね、そこで、ここで扱いますから、改正対応会でね、だから独学で困難な法改正を分かりやすく解説するというのが、改正対応会です。はい これね、合格者の声ね。はい。担当試験対策はね、単レボで乗り越えられたと言っても過言でありません。これはね、どういうことかというとね、その、例えば2、3年目勉強してる人はね、あの入門講座、中小区講座受けて、まあ、仮に残念な結果に終わって、あの、しまったっていう人もね、いると思うんですよ。 ああそういう人はね、また入門講座とか中上級の講座を受けた方が本当だい,いんだけど、やっぱり予算の都合でとかね、もう一度出たからいいわみたいな人も言います、その人にとってはね、やっぱりこの担当レボリューションが、まあ、頼みの綱になるというかね、ここでやっぱりその大量かつ質の高い問題を扱っていくから、合格できたということになると思いますよ。はいえー、合格者のの声その2 根拠条文ごとに過去問が並べ、えー、変えられているので、年度別の問題集を一周するのと同じ時間で、去問を何周もでき、非常に効率よく勉強できます。そう。あの、これ普通のね、あの問題集とやるとあ、やってる感はあるんだけどね、知識がこう、点なんですよ、点。あっち行ったり、こっち行ったり、ね。いろんな問題がこう、ちりばまれられてるから。でも、タンレボはね、一条から順にやるからね、 その1乗,1乗は出ないけどね、まあ、29乗あたりで、29乗とか29乗の2とか39乗のいわゆる時系列3点セットってめちゃくちゃ問題が多いんですよ。だからもう、なんていうかね、いろんな角度から1つの知識を聞かれても答えられる力がつくということです。はい。 えー、合格者の,その3条文ごとに過去の勉強をすることができたため条文の理解に役立ちましたまた枝ごとにしっかりとした解説はついており効率よく勉強を進めることができましたはいこれはですね基本的に、まあ、担当レボリューションというのはレックの,解、えー、レックの講座なので他のですね例えばレックの体系別問題集とかあるじゃないですかあれの解説と似てはいます。 うん、逆に言うと似てなかったら困るところもあると思いますよ。うん、で、でもですね、これやはり、私の視点でつけた解説も非常に多くて、まあ、例えばレックの解説だとこうだけどもうもうちょっと、もうちょっとね、効率よく受験テクニカル的な解説の方がいいんじゃねえかというのもあります。例えば、私が開発した語呂合わせ、私が開発した語呂合わせで解けるやつは、もう語呂合わせを解説に持ってきてると、そういうことです。 はい。それではですね、実際に、ちょっと私がほら、あの、具体的に説明するわ、というね、それをちょっと見ていきたいと思います。はい。これね、スプレッドシートっていうやつなんですよ。うん、ほら、スプレッドシートね。で、あの、一条はね、出たことないから見てください。ね。これ出たことのないやつはね、蛍光ペンのね、赤とかで書こうとくといいんですよ。一条って出たことないんだね、これね。俺もあの、改めて思ったけど。 うん、商標法はね、1条の穴埋め問題とは出てるんだよね。で、2乗からほら、結構頻度が高いわ。で、えー、っと、こう見てくるとね、まあ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、13、14、15、まんべんなく出てるけど、それでもほら、なんかすげえいっぱい出てるも条文もあればね、15条とか2回しか出てないわ。っていう問題もある。で、下の方に行くと言っていくってとね、16条19条あ、17条はね、すいませんけど、別のところに分類してます。はい。 で、20条見てください。21条か。ほら、これね、出たことないんですよ。で、これ出たら困るじゃないですか。ね、今後ね。だから、ミアレジでね、あのー、ミアレジのね、何ページって書いてる ?10 ページ。ほら、まあ、基礎知識がね、その、ないと、もし万が一出たら困るから、そこはミアレジでね、押さえていくぞ、みたいなね。そういう風にしてやっとるんですわ。で、26条もね、出たことないから、赤で書くことでしょ。なんて書いてるこれ。 特許に関し、条約に別段の定めがあるときは、その規定によるっていう条文なんですよ。で、二十六条だけどね、まあ、このぐらいの解説はつけておくと。ね、例えば、パリオン条 B というあの優先検証の効果があるじゃないですか。それを二十六条というその橋,渡橋渡し的な条文を介して、我が国の事案に、ね、あの当てはめていくと、適用するということなんですね。 わかりましたが、スプレッドシートってこういうのに役に立つんですよ。で、さらにはですね、さらには、あのー、あ、これは俺が手書きで書いただけです。スプレッドシートね、バインディングしてるだけです。こまあ、これが欲しい人は、まあ、自分で作ってください。<laughs> で、あのー、あとね、これが見物なんですよこ。これが。これちょっとね、去年のなんですけど、上4法オリジナル問題集っていうね、オリジナルの回がね、あるんですよ。ほら。 ちょっとスケジュールさせてみるとね、うん、改正対応の会の手前ぐらいにオリジナル問題、上4本も下3本もやるんだよね、例えばね、例えば話、これ去年、去年ですよ、今年じゃないからね、それでね、ちょっと私ね、あの注目に値する問題があるんですよ、これですね、36番のところにこういう問題があります、ね、外国特許産については、いやいやの4、いやいや1個、4個、およびいやいやの5のいわゆる国内署名。 まあ要するに翻訳文、国内書えー、かつ手数料を納付した後であって、国内処理基準上経過した後でなければ、仮専用自試験の登録を受けることができないと。これって知る人ぞ知る、イやヨの12の2という条文なんですよ。イやヨの12の2というやつね。で、いやの12の2はですね、今まで出たことが、 なかったんです。ほら、見てください。今まで出たことがなかったんですよ、イヤいの12のに。で、今年、R5 の条約の5の4で出たんですね。条約の5の4。つまり、何を意味してるか。的中してることを意味してるんですよ、これ。わかりますか去年の、だから、タンレボの、この一度も出たことのないところを私が、ほら、これ、予想問題 A。これ危ないぞって意味で A ランクにしてるんですよ。だから、これ、的中したんですよ。ほら。ね。 うん、だからそういう風にして、その出たことがないけども、その出たことがない条文の中で私はこれは危ないぞみたいなところは A ランクにしてね。まああの、まあ出ないだろう的なところは C ランクにしたりして。あの D はね、ディフィカルトの D です。<laughs> ええ、そんな感じでこのね、あの上4歩オリジナル、下3歩オリジナルの回をね。 あの、それぞれ。これバラでも申し込みできるからね。上4方だけもできるし、下3方だけ申し込みもできるんだわ。ね。値段も、あの、差が出てますけどね。やっぱ上4方の方が値段は高いですよ。うん。でもね、これ両方取った方が1万円お得なので、可能な限り両方で取った方が、あの、お得だと思いますよ。ね。あとはね、紹介してないといえば、スプレッドも見た、ミアレジも見た、 あ、解説ね、解説。うん。解説冊子はね、ちょうど今私ね、あの、あれやってるんですよ。解説のね、講座を、講義をやってるんだけど、例えばですね、今日やった、今日私がね、ちょうど収録したやつで、あのー、例えばねこ、これ見てください。この問題ね。えー、平成29年の16の E はね、 これはあ、あ、こっちの方が簡単だわ。この R4 の9の5を見ます。特許権者は専用自主権者を B、7権者がいる場合にはあの、他に通常自主権者があるときでも、専用自主権者、7権者の承諾があれば、放棄できると。要するに、100、7の承諾が必要だという条文ね。ちょっといいですか。特許権者は、ね、専用自主権者、7権者がいるときは、ね、専用自主権者、7権者の承諾があれば、 放棄できるよと、ね、その特許権を。そういう問題です。で、ほら、普通だったら字面の解説が多いと思うんですよ。で、私はこれ分かりやすくするために、ね、特許権者が自分の特許権を放棄するためには、ね、千と七の承諾が必要だぞと、ね、蛍光ペンを使っちゃったりして、ほら、分かりやすく。 ね、戦と7がいるときは、その戦と7の承諾が必要だぞと、こういう感じで解説していくんですよ。で、昔は通常自治権の承諾も必要だったけど、今はいらないからねっていうニュアンスを二重線で消してるんです。ね、法改正、R3 改正でこれいらなくなったから。これがね、私オリジナル的な解説なんですよ。ね、字面だけの解説やねえぞと。あとね、あの語呂合わせ的なところがね、あるって言ったでしょ。 それもちょっと見せますわ。えー、っとですね。ああ、これだ。ね。ちょっと平成28年の4の方ってやついくね。はい。これはね、えー、特許法には特許権の侵害訴訟において職権により裁判所が当該侵害の行為により、夜、損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当社は鑑定人に対し当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならないとの明文の規定があるとあるけど、これね。 あの、裁判所がね、侵害訴訟の時に、その、お金がどのぐらい損害額が、あの、どのぐらいになるかっていうことをね、その、プロに任せるんだよ。それを計算鑑定人っていう制度なんだけど、これ裁判所が職権でその鑑定人に,に鑑定を命じることはしません。申し立てがないとダメなんですよ。だからね、見てください。俺のとっておきの語呂合わせ。ね、えー、職権ないから午後に自由にしろ。 ね。で、計算観点人の条文って1 0五条の2の12なんですよ。自由に、ほら、午後に自由にでしょ職権ないから午後に自由にしろ。っていう語呂合わせで一発です。1 0五条の2の12には職権がないから。ほら。これでいけるんですよ。ね。そういう解説になっとるぞっていうことですわ。ね。だからね、結構面白いですよ。ね。大変だけど。ね。だからね、まあこの担当レボリューションね。普通の体系別問題集だと、 大体あのー、10年ぐらいしかないんだけどねこれはねなんとあのー、いいですかあのすごいですよほら過去20年分ですよで平成29年にはね追試っていうのがあるんだけどこれも普通の問題集には載ってないんだけどこれもね扱ってるしあのー、出たことがない問題でも的中させるっていうこのオリジナル問題集ねこれもついてるということなんですよでなんでね過去20年分やるとそれがメリットになるかっていうとね あのー、それはね、こういうことなんですよ。あの、試験はですね、当然ですね、あの、昔の人が多いんです。ね、昔受験生で今はもう、ベテランの、その実務家みたいな人多いんですよ。だからね、あのー、今、今のご時世というより、その自分が10年以上前に使ってた問題集とかをネタに問題を作ってるんですよ。だから、意外とこの単レボで、あのー、昔の学問が的中することが多いんですよ。うん。最近の、まあ、問題も、 あの、もちろんね、手を変え、品を変え出してくるんだけど、意外と昔のやってると強いぞっていうのがあるんですね。そういう意味でタンレボを使ってる人はやっぱりこう、受かりやすいというところがあります。ね。で、あと、あの、ここにも書いてる通り、さっきほら、改正の会をやるって言ったけどね、R6 年度便利試験に間に合いそうな改正っていうのはちょっともう時間がないからね、読みませんが、この、チラシに書いてますから、上4法の改正、し下3法ね、不況法著作権。特にね、不況法大変ですよ。 ね。私が夏にやった R5 改正ダイジェスト道場でや、出た人はわかってるけどね。ウィオン法よりもこの不況法が大変です。ね。で、著作権は大変そうで、まあそれほどでもないって感じです。ええ。あのー、大変そうだけど、意外と工夫してやれば大変じゃありません。はい。そんな感じですね。はい。で、あとはあの、注意点だけ言っておきますね。注意点っていうのは、 いつまで申し込みができるのか。えー、販売終了がね、あの、担当が実施される2024年の5月だから5月31日までね。まあ、ただね、これ申し、販売終了日がこれなので5月31日ね。5月31日までに申し込めば一応市長期限はですね、あの7月31日まで一応来てますんでね。はい。 それで、あの、カリキュラムはこのようになっております。教材発送とかの一覧表。上音法と下3法、それぞれ別々になっております。そして、あの、これね、あの、皆平等なんですが、ちょっと、あの、割引とかは、あの、できませんので、この点、ご了承ください。下手に潔くていいと思いますよ。ね。なんか割引があったりし、なかったりするとさ、自分はどうなんだとか悩まないかんけど、これ悩む必要ありません。皆平等にこの金額でいきますから。はい。 ということでね、えー、担当レボリューション。えー、あのー、これね、担当、試験はね、本当に担当レボリューションで乗り越えてきた人が多いんですよ。まあ、だからね、担当で、こうな、お悩みの人、それから、あの、一発合格狙おうとしてる人ね、あいろんな、その、事件の、その方々に、この講座をね、取っていただきたいな、というのがございます。はい。じゃあですね、そろそろ終わろうかなと思いますんで、 まあ皆さんね、この担当レボリューションね、レボリューションってどういう意味ですか革命です担当レボリューションで革命だ以上です。